お湯が沸くまでどれぐらい違うのか。3分48秒です。さっき3分48、なんか同じぐらいな気がしてきた。はい、どうもこんにちは、キャンプハックチャンネルのケストンです。どうもこんにちは。今日はですね、何をするかと言いますと、じゃじゃーん、アルミステンレスチタン、今日比べてみました。じゃーん。まあ言ってもね、そんなの知ってるわと、各選手たちがどういうパワーを持ってるかね、使い分けてるという方たちいらっしゃると思うんです。そこをおさらいしたいと思います。結構これこだわったんですよ。ここ本家のロゴと似つかわしい感じ、いやパクリじゃないです、オマージュです。じゃん。皆さんね、こんな表もう自分の頭の中で分かってるよっていう人たくさんいると思うんですけど、アルミ、軽さ、まあまあ軽い、熱伝導率、これはナンバーワンでしょってぐらい速い、保温性、冷めるのがめちゃくちゃ速い、上りも下りも速いと、そういうことですね。で、耐久性、これも脆い、脆いというか、まあぶつかったりしたらそのままの跡がね残っちゃったりしますよね。熱しすぎると湾曲する。お値段安い。ステンレス、軽さ、重いですね。まあキャンプだと正直気にならないから、ステンレスって人は多いかもしれないですね。ただ山の人はね、重いのを嫌うからウィークポイントかもしれないですね。で、熱伝導率悪い、保温性20丸、ナンバーワンですね。だからやっぱ鍋とかにね最適です。で、耐久性20丸、材質的に分厚かったりもするしね、強いですよね。で、お値段アルミの次に安い。そんなにここはなんか大差がないかなっていう気はしますね。チタン、軽さ、軽い、熱伝導率悪いです。アルミに比べちゃうとね、やっぱ時間かかるのかなと。保温性丸、まあまあ、耐久性花丸です。で、お値段泣いてます。それはね一番高いと思います。いやいや、そのくらい分かってんの。いや、そうです、それそうですよね。僕もねそのくらい分かってたんですよ。ただ全てを一緒に見たことはないと。じゃーん。本当のところ、お湯が沸くまでどれぐらいこの選手3選手は違うのか、実際にこれやったことないんで僕が見たいなと思ったんです。キャンプ場でそれやるわけにもいかないし、こんなご時世なんで、せっかくだからみんなの前でやっちゃおうと思って用意しました。いや、もう分かってるんですよ、アルミが一番早いの。ただどのぐらい本当に違うのか、それをね解き明かしたいんですよ。じゃあまずアルミの選手から。バーナーと同じ外の新富士バーナーですね。ニューリバーポット M、 今開封しました、届いて。これは進化版らしくて、この以前のバージョンはフライパンもこれについてたと。でもこれは湯切りとかをすることができるんですよね。つまみがシリコンなんで全く熱くならない。ここも全部シリコンなんで熱くならない。で、こっちはこれが配慮版らしいですね。で、フライパン使いたい人はこれ1個、旧バージョン、ニューリバーポット M、 こちらの旧バージョンをお買い求めになられると良いと思います。アルミの特徴、プラスポイント、熱伝導率が高くて焦げ付きにくい、煮炊きに向いている料理ですね。比較的軽い、ただ熱しすぎると変形する恐れがあります。焚き火に突っ込んだりはあまりしない方がいいですよね。時間が経つと穴が開いたりする恐れがあります。で、とても熱くなるのでマグカップとして使用すると、使用する際は注意。いつもやるんですよね、友人から借りたりしたアルミのマグでコーヒーありがとうございますっていただくけど、めちゃくちゃ熱い、ここがだから火傷に注意です。冷めるのも早いよとアルミンが言ってます。落としてへっこむ時もあるよってアルミンが言ってます。これはアルミンです。続いてステンレスですね。ステンレスの選手はスノーピークケトルナンバーワン、こちらを今回使っていきたいと思います。シンプルだな、見やすい、説明もねかなりシンプルで見やすいんですよ。開けますね、見てください、かなりの表面がかった綺麗なものです。で、本体、気持ちいい、ここに取っ手がついてるんで、熱するときは熱くなっちゃうからこう立ててポットのね形になってますよ。で、ステンレスの特徴ですが、プラスポイント、錆に強い、で傷にもね強いんですよ。で、冷めづらい、やっぱお鍋にね最適ですね。で、マイナスポイント、重量級、この時点で結構違うもんね。
で焦げやすい。バーナーに乗せます。一点集中で当たり続けると特に焦げやすい。それがチタン、エバニューの、ウルトラライトパスタマクッカー M。 結束コヘル使う、結束コヘル使う。症状の入りませんでした。人間嫌い、帰れ人間食う。いや軽っ、濃いなこれ。エヴァニューのパスタでクッカー M です。じゃあまずチタンの説明しましょうかね。ポイント、とても軽い、めちゃくちゃ軽い、サビに強いで頑丈。そう、これ一番その多分材質的にね薄いんですよ、チタンって。やっぱり薄いのに頑丈っていうのがね、合成が一番鋼か次にあるらしいですね。で匂い移りが少ない、水に溶けちゃう金属の匂いが一番少ない。だから金属の匂いがすごく苦手な人はチタンが一番いいでしょうと言われてます。でマイナスポイント、値段が高い。それには理由がありまして、この加工技術がねやっぱ硬かったりするんで、加工にすごい技術がいるらしいんですよ。加工が大変だから結構大きなアイテムが作れないんですって。ポットのようなものだったり、頑丈だからいいじゃないかって思うかもしれないんですけど、あんまり大きな加工ができないんですよ。日本の技術はチタンを薄くする技術が高い。で日本製のチタンっていうのがすごいいいらしいです。あ、エヴァニューメイドインジャパンです。じゃあいいチタンです。すいません、今知りました。でステンと同じく一点集中で当たったところが焦げやすい。それぞれの説明そんな感じですかね。まあ何をやるかというと、こいつで500ずつ計測します。スピードは、玉とお湯は僕家で麦茶作ってるんですけど、こいつに使います。それではアルミ選手から、はい、こちらをぶち込んで、このカエル組んでストップウォッチモードで計測したいと思います。全部揃えて蓋はしない、泡が立つほど沸いてきたらということにします。じゃあ皆さん準備はいいですか。着火します。1、2、3、用意スタート。バーナーを1周2周3周したところでガスがシューって言い出すんで、そこを基準に全部同じ火力で測りたいと思います。今3分20秒。これはフラも沸騰してるでしょう。はい、3分48秒です。でで早かったですね。せっかくなんでこのポットの機能を使って。でも全然この漏れないんだね、すげえ。持てるもんね、まだ、熱いけど大丈夫。ニューリバーポット M、 3分48秒でした。はい、ステンレスでございます。じゃあこれにも500入れます。はい、入りました。1、2、3、スタートしました。でも意外に泡はいっぱい出てますよ。さっき3分48。え、なんか同じぐらいな気がしてきた、この雰囲気だと。おお、今3分22。なんか結構いい勝負じゃん、ほぼ一緒じゃん。来たね。はい、3分56。本当にアルミ選手こんなんだったのか。じゃあこれはありがたく麦茶に使いたいと思います。音もケトル独特でそうって言って夜間の音するんで可愛いですよ。全然変わらなかったっすね。続いてラスト、チタン選手です。カスタムクッカー M もね、ここに切り込み入ってるんですよ。ケトルとしてもねいいんですよね。1、2、3、ファイヤースタート。来た来た来た、来てる。負けたね。はい、おお、皆さんなんとチタン選手3分54秒でした。結果ほとんど変わんなかったです。驚いてます。キャンプで使うとしたらもう好みかもしれません。
ルミの成績が信じられないんで、ちょっとこのボンベが新品だったんで、火力が違ったのかなと思いつつも、また500入れたんで、最後に普通やってお別れしたいと思います。35度でした。ガス管が新品だった、一番初めだったからか分かんないんですけど、まあ、13秒縮めましたね。まあ安定したのかな。か結果アルミが一番早いんですけど、でもすごい大差がない結果になりました。だから要するに皆さん、用途に合わせて自分の好きな道具を使えばそこまで変わらない。お湯だけはね、量に焦げるとかそういうのはちょっと今回抜きにしますけど、お湯はやっぱりアルミがチャンピオン。チタンとステンレスだったらチタンの方が若干早いです。でもほとんど一緒だね。だからここはどんぐん背比べで、お湯をいち早く沸かしたかったらこれ、そのまま保温したかったらこの2つ、この2つの方が保温は高いです。まだ熱いということで、結果はこんな感じです。皆さんも好きなキャンプ道具を使ってキャンプに行きましょう。この動画が良いと思った人はグッドボタンをお願いします。それとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。